近年増え続ける児童虐待を未然に防ごうと、東京杉並区と区内を管轄する3つの警察署が被害児童の情報に関する協定を結びました。協定は杉並区を管轄する杉並警察署、高井戸警察署、荻窪警察署と区が虐待被害に遭った児童の情報を共有して、事案の素早い把握と未然防止に向け連携することを目的として締結されました。去年、東京目黒区で5歳の女の子が虐待され死亡した事件以降、杉並区でも虐待の相談件数がおよそ5割増えました。区では子育ての悩みなどを相談できる窓口を増やすなど対策に取り組んでいます。警視庁杉並署の北林俊樹署長は、子どもの命を守るために一体となって取り組んでいきます、積極的に情報提供をお願いしますと話しました。